どうも、つぶです。今日はね、社会のレールとね、隅田川についてお話ししたいと思います。皆さんは今、社会のレールに立っていますか？脱線しているでしょうか？会社は大変でしょうか？人生どうでしょうか？僕はですね、2つに分けるならば、社会のレールからは脱線している人間なんですよね。で、平日にはね、隅田川の川辺まで行ってぼーっとね、川の流れを見てダラダラしてるんですよね。川を見てると僕は社会のレールに見えることがあって、社会のレールにね、乗っている人っていうのは頑張って船を漕いでるんですよね、その川の上をね。僕はそのレールを外からぼーっと見ている人間なんですよね。川の上って辛いと思うんですけど、ね、風が吹けば波もね、荒くなり、多分時に逆風もあるし、荒波もあるし、いろんな辛いことがあるんですよね。ただそういう波とか風があるからこそ、後退することもあるけど進むことができる、成長することができてるんですよね。そう思った時に、皆さんは美しいなって思うんですよね。僕は川辺でね、歩いたり寝たり適当なことをしているので、そういった嫌なこともないけど成長することもないのかなって思うんですよね。ただですね、川の上でね、頑張って漕いでる人たちの中に、やっぱりね、どうしても漕いでも漕いでも前に進まない、むしろ後退していっている、人生をね、船を漕ぐだけに消耗している人たちも多く見えるんですよね。なんでね、別に一旦でもいいんですよ。一旦川から上がってもいいと思うんですよね。別に船を漕ぐだけじゃないですよ、生き方は。僕みたいにダラダラしてもいいですし、歩いてもいいですし、走る人もいるし、自転車に乗る人もいますよね。なんで川の上にね、こだんなくても死ぬことはないですよ、っていうお話でした。